はい、戦国武将紀行、松平忠輝公、越後高田城です。忠輝公について他でも話してますので合わせてご覧ください。忠輝公はですね、家康公の6男で、もうちょっとあまりにも有名ですけども、まあ、伊達政宗との関係とかですね、まあ、その家康公のお子さんの中でもですね、ちょっと変わったというか飛び抜けて、逆に言うと才能があったんだと思いますけど、まあ、結果はというところなんですがね、まあこの高田にはですね、まあもう大手を振って入ったわけですよ。もう我が藩主だということでですね、もともと金岡島の方に10万石から12万石ですか、書類を得てですね、まあ大名ではあったんですけど、やはり徳川家康公の、ご子息ということでですね、この越後、まあ、堀氏が改易になってですね、まあ、豊臣大名を一掃するという意味でも、松平公を入れるということでですね、63万石の領地を加えた75万石、これもちょっといろいろ前回も話している通りいろいろあるんですけど、いろいろというのはその数字が合わないとかね、要するに越後の国っていうのは80万石程度ですから、太閤検地では、まあ、それに多少高地が加わってですね、後に少し神殿が開発されたとしても、まあ、100万石まではいかないかなと。で佐渡は別ですからね。そうなるとそのうちの63万石って言ったら、もうこれ仙台のね、伊達藩と同じ量ですけど、そんな 領土がですね、松平公に本当に与えられたのかなっていうのはありますけど、まあそれはちょっと置いといてですね、まあ一応75万石っていう、いろいろな資料の説明に出てるんで、市の方でも75万石になってるんで、かっこ60万石っていうのは、これは多分ですね、越後の国の内部でってことですね。まあ事実上川中島にはいなかったんですけど、こちらにもう来てしまってますから、まあ所領の、まあ、加増ということで、加増天保ということでこちらに来てますので、領地を増やして新たな新領主、新城としてこちらを築いてですね、高田に入ったわけですから、まあ、その前にあった福島城っていうのはね、堀氏によって築かれてたんですけど、それはもう、なくして改めてこの高田、つまり越後高田藩の藩祖は松平忠輝公になりますね。で、まあ、この方の特に付け家老がね、大久保長安で、ちょっとかなり意味深なんですが、長安の地籍っていうのが高田ではね、あんまりないように思うんですけど、私が知らないだけかもしれませんけど、ちょっといつか調べてみたいと思いますよね。つまり越後と佐渡、つまり佐渡奉行をしてましたから、長安の場合は佐渡金山を支配する、まあ、つまり越後においてというよりも佐渡に渡ったり、やっぱり結構金山奉行とかそういう方に力、要するに財政面でですね、徳川家を支えたと、元武田氏家臣ですよね、家康公に見出されたということになっています。かなり才のあった方ですから、だから奉行というか、その家老職っていうよりも忠輝公を支えるという立場よりも、まあ、徳川家の、まあ、なんですかね、本家の片腕みたいな、そんなイメージがちょっとありますんでね、まあ、ちょっと最後は病死ということになるんですけども、忠輝公に話戻しますけど、この方も本当に一応多い方で、まあ、最も有名なのはですね、大阪の陣ですよね。大阪の陣で、まあちょっと遅れてしまったと、要するに活躍ができなかったんですよね。でもその遅れた理由っていうのもちょっと意外といえば意外なんでしょうけど、まあ、結局戦も早くしたいと、要するに関ヶ原とかですね、もっと前の時代に生まれてれば、戦功、戦の戦いのですね、功績によって、まあ、領地を増やしたり官位をもらったりですね、そういうことが可能だった武将じゃないかな。ちょっと生まれてくるのがね、遅かったといえば遅いですし、ちょっと戦国武将として紹介してますけど、まあ実際には江戸、安土桃山江戸時代の前期の武将ですけども、まあ、本当に戦国武将の気質を持った方だと私は思ってるんですがね、まあちょっと最後の方を見たりですね、そういう他のいろいろな話を見たり聞いたりするとちょっとどうかなっていう部分もあるんですけども、まあ腹の生涯ではあったと思いますよね。ただこの付け家老であった大久保長安がですね、まあ、大久保長安事件と後に言われる、長安一派の粛清と、これですね、長安そのものが悪いっていうよりも、その要するに政治権力の争いなんですよ。それに巻き込まれてるんで、忠輝公もそういう意味では政治権力のその争いの犠牲者とも、別に戦で死んだわけじゃないですからね、病死って言っても戦が元でっていうことじゃなくてですね、まあ要するに徳川家に謀反をどうのこうのとかね、なんか話によってそういうのもあるらしいんですけども、また伊達政宗と組んでとか、
なんかいろんな話ありますけど、まあ、その辺も実際どうかなと。やっぱり事実っていうのはなかなか難しいんですよ、後世になるとね。やっぱりこう悪い形で終わった人たちっていうのはみんな悪く言われたままでね、近年でしたら去年の大河ドラマの明智光秀じゃないですけど、実際その人が行ったことっていうのに目が向かなくてですね、謀反人とか悪道とかね、やっぱりそういうそっちがやっぱり有名になってしまって、まあ、光秀平子はちょっとね本能寺の変があるんであまりにも有名ですけど、忠世子も全然ですね、そういう意味では幕府に弓引くとか、もちろん父の家康公とかですね、に弓引くとかそういうことはないと思うんですけど、やっぱり兄との関係、あと兄弟が多かったですから、忠世子というのは6なんですからね、まあ、普通の武家ではですよ、大名家でもなければ六男なんて言ったらそれこそ家から出されてしまって他の家の養子になったりですね、まあこの方も一応松平姓になってますけど、本来は場合によっては徳川姓を名乗っても別におかしい方じゃないですからね。徳川忠輝と言ってね、もうちょっと早く生まれてたらもしかしたらね、次期将軍ぐらいな器はかなりあったみたいですよ。それにやっぱり周りにですね、そうついた武将たちとか味方した、要するにおだてるわけですよ。それでやっぱりその自分のその政治生命をですね、まあ、長らえるためというか勢力を拡大するためにですね、やっぱり利用したがるんですよ、こういうお殿様とか血筋のいい方っていうのはね、まあ、そういうのの犠牲になったんじゃないかなって私はちょっと考えてますけどね。まあ、ちょっと忠輝公の話オンリーにしたいんですけども、要するに長安がいなくなったとですね、もうほとんど失脚状態ですよ。もう何もやっぱり何もかも任せきりっていう殿様でもなかったんでしょうけど、でもどっちかっていうとちょっと政治の方はあまり口を出さなかったというか、自信がなかったのかもしれませんよね。どっちかっていうと刀槍を持ってですね、戦場に行きたいみたいなタイプだったと思うんですよ。ところがもう世の中はですね、大阪の人口は平安というかもう戦のない時代になりましたから、やっぱりそれだけじゃちょっといけないんですね。ちょっと悪い意味では悪いっていうか、やっぱ政治力っていうのはある意味ちょっとずうずうしくないとできないですし、ちょっと要領っていう言葉もあるかもしれませんけど、そういうことがちょっとできない人たちとね、こう槍一本刀一筋っていう人たちは割といなくなっていくんですよ。まあもちろん戦国武将っていう言い方ももうしなくなる時代ですから、まあ、最後の戦国武将なんていう人はいっぱいいますけどね、水野勝成とか小笠原忠真とか、それもまあ血筋と、その年代から言ってるだけで、まあそうですね、最後大阪の陣に出た方の中で、まあ、最後まで長く生きた方を戦国武将と言ってるんだと思いますけどね。戦国時代に生まれた方だけじゃないですが、私も一応世の中が落ち着いてですね、まあ、江戸初期っていうのはやっぱり1615年 の、まあ、その最初の15年間はですね、徳川幕府が成立したとは言っても、まあ、家光公の時もそうかもしれませんけど、まだ幕藩体制っていうのが、まあ、確立はしてなかったんですよね。いつ謀反が起きても、特に西日本、特に豊臣大名がいましたから、でその名手である豊臣秀頼が滅ぶ1615年大阪の陣、これをもって戦国が終結したと私は考えています。まあ、他の方は違うと思いますけどね、関ヶ原でもう戦国が終わったと。だ戦国というか戦乱の夜ですよね。本当に大きな戦、まあ、その後に島原の乱はありますけど、そういうなんか幕府に直接弓引くというか、徳川氏を相手にその西日本の大名が諸大名が一緒に決起してとか、そういう大きな戦っていうのは大阪の陣以降ないわけですよ、江戸時代は。でそれは、ね、意味があることで、しかも豊臣家が滅んだと、まあ、秀頼公が生きてたとか淀民が生きてたとか、そういうことは別にしてですね、太閤秀吉の、一家であるその秀頼公がいなくなったと、大阪から豊臣勢力がいなくなったと、西日本にも豊臣を旗印にですね、戦を起こすような人がいなくなったと、そういうことでですね、戦国時代の終結と私はそう見てます。ちょっと話しとれましたけど、また忠輝公はですね、まあ、その長安の失脚というのも、まあ、大打撃だったと思いますけど、まあ、結局信州の諏訪に流されてしまうんですけどね、最後。まあ、信州っていうと福島和さんなりもそうですけど、割と配慮地になってるケースが多いんですけど、高遠とか、この方はですね、信州の諏訪ですね、まあ、当時まあ、諏訪高島城ってありますし、あちらでも話してますけど、すごい追い牌があるんですよね。ちょっとびっくりするような追い牌ですけども、それもちょっと撮影させていただいてますんで、
合わせてご覧ください。松平忠輝子、他にもいっぱい話あるんですけど、高田城でした。